先月には2.6兆円の追加対策も決定をしたところであります。今月中にはこの 2.6 兆円と大体一桁違う、大体一桁違う、 2.6 兆円と大体一桁違うと、計算はそんなにしにくくないと思いますけれど、そういった大規模で総合的なですね対策を策定する予定であります。